フィッシュ、やった、お魚がまた釣れたぞ。おお、たくさん釣れたね。これにいろんな種類が釣れたのだ。だけどもう遅い時間になっちゃったから早く帰らないといけないな。お母さんに叱られちゃう。ダメ、だけどこれだけのお土産があるからきっと許してくれるのだ。なんか喋った？いや、私は喋ってないけど。僕も喋ってないけど、バナオくんじゃないの？いや、じゃないよ。だけど、他には誰もいないよ。気のせいだったのかな？今、また聞こえたよ。確かに聞こえた。これは気のせいなんかじゃない。だけど私たち3人じゃないってことは、もしかしてロボケの仕業かな。信じたくないけど、そうかもしれないね。降りてけ、降りてけ。降りてけって一体何を置いてったらいいの。もしかしたらこの魚のことなんじゃないの。とにかく何をされたかわかんないし、言うことは聞いてもらった方がいいのだ。魚は惜しいけど、たたられるならごめんだよ。ああ、静まりたまえ。新鮮なお魚を受け取りたまえ。って、あれ？魚がなくなってる。そう、こんなに大量に置いてあったのに、一体なんで？っていうことは、何かが魚を取ったってことじゃない？完全に怪奇現象じゃん。で、出た！やっぱりお化けだったんだ。急いで人がいるから逃げようよ。すぐそこに誰かいるのだ。本当だ、街灯の下で何かやってる。すみません、助けてください。あら、どうしたんですか。さっきそこの池でおかしなことが起こったんです。きっとお化けの仕業に違いないよ。おお、お化けですか。それはまた大変ですね。はい、それで私たち怖くて怖くて。これなら私が家まで送りましょうか。で、出たお化け。見えた、鼻とくじがないぞ。一体どこに忘れてきたの。そんなこといいから、とにかく急いで逃げるのだ。追いつかれてどうする。そうだ、近くに交番があるからそこでかくまってもらおうよ。あ、そうだね。すみません、おまわりさん。お化けが出たんです、助けてください。顔がないお化け、怖いって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こんなに慌ててどうしたんですか。すぐ近くの池と街灯の下にお化けが出たんです。お化け、待て、どんな見た目だったんですか。目と鼻と口がなくて顔は真っ白だった。もしかしてこんな顔ですかい。ひぃ、こっちもお化けじゃん。なんで、一体どうしてこんなにお化けがいるのだ。ここは危険だね、とにかく家に帰ろうよ。だね、お母さんに助けてもらうしかないよ。だけど一体どうしてこんなことになったんだろう。わからないねって、あれ見てよ、人が壁にもたれてぐったりしてるよ。もしかしてあの人もお化けに襲われたんじゃないの。そんな、大丈夫ですか。しっかりしてください。なんかすごく苦しそうにしてるね。お化けにたたられちゃったのかな。わからないけど救急車呼んだ方がいいんじゃない。よかった、意識はあるみたいだし、手遅れになる前に電話をしようよ。意識があるうちに。意識はあっても顔はないんだけどね。こういう書いてもさ、ギャーで、出た、顔がないお化けだ。逃げるのだ。助けてママ。今度からはちゃんと早く帰るから。門限も3時にするよ。それはちょっと早いね。僕たちの家が見えてきたよ。急いでドアを開けて。ハルー、ただいま。遅くなって本当にすいません。許してください。本当に死ぬかと思ったね。無事に帰りつけてよかったのだ。あら、あなたたち、お帰りなさい。家に帰ったらまずは意外と手洗いをちゃんとするのよ。はーい、石鹸で隅々まで洗うよって、そんなのっきな状況じゃないよね。まあ、そんなに慌ててどうしたの。もうすぐ夕飯ができるわよ。はーい、もうなんかペッコペコなのだ。これどころじゃないんだ。
ち、お化けを見たんだよ。きっと今も狙われてるよ。あらあら、一体どんなお化けだったのかしら。それが顔に目と鼻と口がなくて真っ白な顔をしていて、それってもしかしてこんな顔をしてなかった？なんじゃこりゃー。やー、見たー。あれ、ここは家のベッド？昨日のは一体何だったんだ？鳥に竿も持ったままだ。バナケン、マーちゃん、起きて。おはねおはね、なんかおいらとーっても怖い夢見たよ。私も怖い夢見たのだ。そんなに怯えるなんて、一体どんな夢だったの？顔がないお化けに追いかけられてよだれが出る夢だよ。よだれ？よだれはいつも出てるやないかい。そうだ、私も同じで、ね、お母さんの顔がなくてすごく怖い夢だったのだよ。バナくん、まーちゃん、それは夢じゃないよ。昨日僕たちは本当にお化けに襲われたんだよ。鳥ちゃん、なんでベッドに寝てたの？確かお母さんがお化けの姿になっていて、あれ、これ以降の記憶がないのだ。二人ともまるで狐につままれたみたいな顔して、多分お化けを見た後にみんな気絶しちゃったんだと思うよ。そうそう、ほっぺを狐につままれてって一体それどんな顔なの？状況を理解できなくてあっけに取られた顔だよ。つまり間抜けな顔ってことやないか。まさしくおいらじゃん。ていうか、ちょっと待って、それじゃあママもお化けにされちゃったってことだよね。ってことは今このドアの向こうにいるのって、もしかして？ひー、こら、あなたたち、お休みだからっていつまで寝てるの？わあ、目と鼻と口あるね。いただきます。ごちそうさまでした。それにしても昨日のお化けは一体何がしたかったんだろう。それは気になるけど、あの池にはもう近寄りたくないのだ。釣りができなくなるのは残念だけど、今度は魚だけじゃなくて命まで取られちゃいそうだよね。でもこのままモヤモヤするのは嫌だから、ちょっと調べてみようよ。確かに確かに、すっきりしたいもんね。どれどれ、あったぞ。妖怪のっぺらぼう。のっぺらぼうは顔に目鼻口のない日本の妖怪。人を脅かすのが大好きだが、危害を加えたりはしないって書いてあるよ。なるほど。あー、すっきりした。うんうん、心がスーッとしたのだ。調べた感じ間違いなくのっぺらぼうの仕業だとは思うけど、なんか引っかかるんだよな。どうして？何かおかしなところあった？いやいや、僕たちの魚を奪っていった犯人は本当にのっぺらぼうだったのかな。人から何かを奪うなんて情報は見当たらなかったんだけど。確かに関係ない感じはするね。ということは、あれはあれ、それはそれで別の何かが他にいるってこと？緊急速報みたいだよ。何かあったのかな。最近、ウルミトコとアングラーが何者かに池に引きずり込まれる事件が多発しています。幸い命に別状ありませんが、水辺に近づかないように注意してください。わあ、今のっておいらたちがいつも行ってる池じゃない。やっぱりあの池には何かあるんだよ。引きずり込まれるって言ってたよね。もう釣りはできないのかな。のっぺらぼうは人を脅かすくらいでそんなことはしないみたいだし、危険なお化けがいるのかもしれないよ。どうにかして退治したりできないかな。このままだと被害者がどんどん増えちゃうのだ。だけどな、情報が少なすぎてどうしようもできないよ。でもどうしてオイラたちは引きずり込まれなかったんだろう。確か何か言ってたよね。何だったっけな。置いてけ置いてけだよ。それだよ。
もしかしたら何か手がかりがあるかもしれないし、調べてみよう。そうだね。置いてけ、置いてけで検索。あったぞ。妖怪置いてけぼり。魚がよく釣れる場所に現れるお化け。魚を置いていかないと水の中から手が伸びてきて水中に引きずり込まれるって書いてあるよ。間違いなくオイラたちの魚を奪ったのはこいつっぽいね。私たちは魚を渡したから引きずり込まれなかったんだ。なるほど。僕いいこと考えました。一体何考えたの？確かチェストの中にあったぞ。トラップグッズ。これを使って池に罠を仕掛けようよ。だけど相手はお化けだよ。そうそう、効果なんてあるのかな。まあいいからいいから、僕を信じて早速釣りに行こうよ。バラオ君とマーちゃんは釣り竿を忘れずに持ってきてね。マフー、よし釣りに行くよ。おいらたちアングラーだもんね。ゴーゴーアングラーズだよ。ゴーゴーアングラーズ。ホッピンズの方が映えるね。言いにくいね。よし来た、生ザケゲット。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。それじゃあマーちゃん、この管轄板の上にその生ザケを置いてよ。これでいいの？バッチリバッチリ。管轄板に釣れた魚を投げてオンにした状態でレッドストーン回路を組んでいくぞ。こうやってこうやってオンとオフを入れ替えたら、レッドストーンをつなげてディスペンサーを設置。レッドストーンを忘れず敷いて、あとはこの中に弓矢を入れたら完成だよ。なるほど。この魚を取ったら弓矢が発射する仕掛けになってるんだね。そういうことです。置いてけ、置いてけ。あの声が聞こえてきたよ。どうぞお納めください。あれってお化けじゃなかったの？今のは一体あの姿って。やっぱり思った通りだったよ。きっと餌に飢えたキツネかタヌキが化けてたんじゃないのかな。タヌキ？まんまとタヌキに化かされちゃったな。そんな、まるでキツネにつままれたような話だね。あのタヌキ、アングラーの餌を盗んだって相当ハングリーになったんだね。おいらはアングリーだよ。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。ツイッターとインスタグラムもあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。